お待たせしました。二足三門ソフトウェアゲーミング部門所属陣野です。今夜からは新シリーズと目打ちまして、変更デテンションでしょうねという、多分ホラーゲームのタイトルをプレイしていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。そう、名作だと聞いていたんでね、ちょっと今回腰を据えてプレイしていこうかなと思います。さて、居眠りしちゃったのか。妙だな、みんなどこへ行ったんだ。なんで誰もいないんだ。中国本土との戦争に際して諜報を防ぐため、バイ教官は共産党主義者や反逆の兆候のある者を密告するよう全生徒に呼びかけている。密告者には高額の報酬金が与えられる。学校で交付していい内容じゃないですけどね。じゃあここを通るしかないということなので、報道へ行きましょう。え、誰？もし？話す。もしもし？意外と細かいな。もしもし、起きて、ここで寝てたら危ない。まあ台風来てますからね。おっと、うん、ん？ここは行動ですよ。行動だよ。君舞台上で寝ていたんだよ。え？あれ、これ男の人の方はないんですか？立ち絵が。まあ男は別に見たくないっていう、そういう話かな。ネックレスを見つけてくれてありがとう。早く帰ろう。そうですね、帰ろうって言って一緒に帰る義理はないので、さっさと帰っちゃいます。何？足が壊れてる。おう、そんな嘘だろ。おっと、あー、何これ、赤いんですけど、おかしいことになってませんかこれ。そうそうそう、なんで川の水が赤いの。まるで血みたいじゃないか。なんか血みたいというよりは、あのあれなんだっけ、継ぐの日を連想しますね。あれ？ここ違ったっけ？おっと。おっと？おっと？校内に響く彼の足音に私の不安が呼び起こされた。現実が色あせ、静かに時が止まる。私は虚無に閉じ込められた。おっと、なんかさっきのいろんなカットが入ってたあの演出、ちょっとゾクッとするものがありますね。落ち着くのよレイ、深呼吸して。ここでプレイアブルキャラが交代。舞台に手帳が落ちている。ウェイ君の手帳だ。君の遺品を大事にするよ。え、でもこういうことができるっていうことは何かしらするんでしょうね。嫌だな、なんか嫌なことさせられそうだな。何がどうなってるの？なんて悪夢。ああ、なるほど。悪夢という可能性も確かにある。早く覚めることを祈ろう。なんだろう？え、霊に遭遇したらちょっと霊に遭遇したらっていう注意書きもなんかなだし、この絵がいいですね。なんでしょうね。昔の、それこそこれくらいの時代の絵を
絵のタッチを見事に表現してますよね。この怖がってる小学1年生みたいな子が可愛らしいですね。ホラで拾った児童向けの絵本から切り取られたもののようだ。レに出くわしても恐れてはいけない。息を止めて静かに通り過ぎること。これゲームにも関わってくるんですかね。いきなりなんか嫌な音が聞こえてくるんですけど、右クリックで息を止める。あーなるほど、そういうゲームか。ということは右クリックで息を止めつつ左クリック、おっそ、あ、ちょごめん、ごめん、間違えた。ごめん、今操作間違えました。ごめんなさ い, いや、そんなつもりはなかったんです。右クリックしたまま左クリック押せば移動する感じ。何食べてるん、ないんじゃないのかな。でもこの姿あれですよね。え、ちょ、逃げよう。あー、どうも、やっぱり当然といえば当然なんですけど、息を止められる時間が限られてるみたいですね。はい、電話、これか。電話。中央電信部。ウェイ君は町の人たちに連絡するとは、と言っていたから。その返事かもしれない。なるほど、前向きですね。ん？出るの？はい、出ます。もしもし、私はスイカ高校の生徒です。校内で人が死んでいるんです。救援をお願いします。いやもうそれ死んじゃってるから今更ですからね。もしもし、聞こえますか？パンさん、歩道室で待っています。え、あなたは？一体何がどうなってるの？今のは誰？どうして私だって分かったの？声で分かったんじゃないんですか？歩道室、これ歩道室でいいんですかね？は3階だ。おっと？なんだ今の。まあ待ってると言われたからには行かざるを得ないでしょう。銅鏡の魔除けのお札が壁一面に貼ってある。銅鏡。銅鏡って何？道教とは、他を、道を説き、不老長寿を究極の理想とする中国で生まれた宗教です。不老長寿を究極の理想とする道教。不老長寿。ちょっとオカルトチックですね。これは確か女子トイレ。入れるんですね。何？ここはリフレッシュできる場所だったけど、こんなところでリフレッシュでき、まあ、なるほど。トイレに入ってスッキリっていう意味ではリフレッシュか。意味は気味が悪いだけね。お、ホラー作品でなんでトイレってこうも、良くない場所として記されるんでしょうね。かわいそうですね、トイレが。これは？洗面台にペンチが入っている。ペンチ？ありがとうございます。おっと、頭が痛い。どういう顔してる。まあこんな状況ですからね、顔もひどくなりますよ。どうしてウェイ君はあんな死に方を。あっと、あ、うっそ、あ、これはいかん。ダメだ。声だけ聞こえますね。ちょっと姿確認したかったんですけど、やめましょう。有刺鉄線を切ろう。
これで上に上がって補導室、どこ、ここ保健室、なんか落ちてる、床に紙が落ちている、お供え物の保健室の、保健室前の廊下に落ちていた一膳飯を置いて霊をたっ飛ぶ、そうして息を止めて立ち止まらず進むこと。ああ、幽霊ご飯食べるんですね。幽霊ご飯食べるの？一膳飯。まあ日本でも死人用のご飯っていうのは確かにありましたな。この絵はちょっとシュールですね。あ、セーブポイントだ。笑ってる。あ、一膳飯出てきた。入手一膳飯。やっぱりご飯には箸を突っ立てるんですね。確かライトボックスのスイッチがついている。これね。え、あ、鍵がある。まあ、それはそれとして、鍵があるんですけど、隅に何かの鍵が映っている。ボードを引き上げる？引き上げよう。はいはいはい。鍵。医薬品保管室の鍵。第1回目のプレイとなりましたけれども、ホラーですね。雰囲気ホラー。いい感じですね。夜の学校を舞台に、これから何が起こっていくのか、こんな調子で続いていけるのかどうか、ぜひ次回をお楽しみください。お疲れ様でした。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。お相手は神野でした。ごきげんよう。